そのまま前へ。後ろやりながらね、後ろやりながら、腕をぐっと引く。そうです。OK。はい、いいですよ、楽です。もうちょっと前行く？大丈夫だね。はい。今日はどちらから来てくれたんですか？私が？うん。茨城から来たの。はい。じゃあね、茨城のどこ？土浦。土浦からね。そうです。じゃあ筑波山よく見えるでしょ、いつもね。そうですね。そこ筑波山見えるでしょ、そこ。そこ。雲の下。あ、そうです。ね、あれ筑波山ね。はい。で右側が九十九里の海岸線ね。で成田空港そこのちょっとグレーのところね。で奥に筑波山ね。はい、いやね、あの雲ちょっと邪魔だから雲通るよ。うん、ね、こんな感じで筑波山よく見えるでしょ、ね。で成田空港のね着陸をね今日体験してもらおうと思います。ちょっと待ってね。ね、で見てもらって分かる通り。ね、景色はそこに見えるけれども、ね、車と同じようにね、ナビゲーションディスプレイ、うん、でここがね、ランウェイね、でここの線に乗っかって降りてほしいんだけれども、うん、ね、この電波がね、誘導電波がいます、ね、そこに大体30度ぐらいかなの角度でこう入ってって、で誘導電波に乗ったらそれに乗るんだけれども、ね、今そこまでの距離が 10.2 マイル、ね、約18キロぐらいの距離に、ね、うん、なります。で、スタートしたらね、アプローチボタンっていうのを押し忘れると、ね、せっかく電波をキャッチしてもそっちに乗ってってくれないのでね、必ずね、それは忘れないようにしてください。で、今ね、フラップが5度になってます、ね。で、5度のスピードっていうのはここだよって教えてくれてるわけ。ね、で、今のスピードのダイヤルはここになってるので、右に回して、これをね、このスピードの設定のダイヤルを右に回して、ここの5の数字を赤いので囲んでください。はい、これどうぞ。右に回して。そうそう。そうすると上がってくるでしょ。ね、5を囲んで。はい、OK。じゃあ今度方向を決めるんで、これをカチッて言うまで押して。そう。そうすると縦に棒が出てきたよね。で、この白い四角がね、自分だと思ってみてください。だからコースよりもちょっと気持ち左にいるかなって感じだね。ね、乗るべきコースね、はい、それから今度は、ね、だいたいこう無理なく降りれる高さということでスタート数は2500フィート、ね、ここをセットするので、ここのアルトっていうこれね、これを押してください。カチッと、そうすると下からビューって上がってくるでしょ。だからね、自動操縦もそうなんだけど自分で操縦するときも白い箱がいつもね交わったところ、ここにいつもいるようにするとね、方位と高度がねキープできますよっていう、そういうアドバイスね、フライトディレクターと、ね、でそういうふうなね形になります、ね。はい、じゃあね、ね、じゃあこれからねスタートしていきますね。はい、じゃあね、あんまりね力入れないでね、親指人差し指中指軽くこうやって持ってね、で右手はここへ置いて、でお顔は前を見てね。はい、じゃあ最初にね、まずね、スタートしましょう。手を置いたままで、じゃあ自動操縦入れておきますね、まず最初はね。はい、じゃあアプローチボタンを押して、はい、 OK、ね、そうするとスピードもちょうどこのとこになってるしね、電波もちゃんとキャッチしてる状態がねできました。じゃあその間にやってもらいたいことをね、まあ、何かというと着陸の準備なんですね。じゃあまず大事なことは車輪を下ろさなきゃ、ランディングギアね、これを引っ張って下ろす。はい、どうぞ。引っ張って下ろす。そうね、そうすると赤いランプで今動いてますよっていうね、グリーンが3つで OK ね。はい、でそしたらね、ギアダウンしたらフラップ15、持ち上げて15にすると、はい、 OK。 そしたら15って緑の数字出てきたでしょ。で同じように囲むように左へ下げて、そしたら今度
着陸した後のブレーキね、オートブレーキといいます。これを右に回して3にしてください。はい、 OK。 でスピードブレーキってよくあのスポイラーが立つでしょ、飛行機ね。だこれを持ち上げて奥の線に合うように合わせてください。持ち上げて持ち上げて、そうですぐ下ろす。ここで下ろしてこの分ダメだ、ほんのちょっと少し動きを、ちょっと緑の筋ついてるでしょ、これをね。はい、じゃあさらに25にしてください。ちょっと持ち上げて下ろすだけ、25だ、また25って出るよね。だスピード下げて、はい、 OK。 で前を見てください。で筑波山見えてるじゃない、で水平線があるよね。でこのいつもね、この高さに自分の目の位置にこの水平線がいつもここに見えるようにね、キープした上で着陸しますよ、ね、姿勢を変えないようにね。じゃあこれ黒いボタン2回押してください。はい、はい、じゃあ両手のハンドル持っていってね、はい、いいですよ、前見て少し前に押して、そうそう、でいつも水平線が見える位置に、はい、緩めて、緩めて、そうこんな感じだったでしょ最初。ここでコース変わらない、 手の力もうちょっと抜いて軽く、はい、引っ張ってあんまり下がらないように、そうこのぐらいね、いつもこんな感じ、ね、で方向ちゃんと見てね、そのままそのまま、そのまま、またまたそのまま、はい、じゃあハンドルまっすぐにして、そうもうちょっと右にグーッと右に、頭下げて、前見えないでしょ、ぐーっと下げて、そう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 、もっと押して、パソロ見える、ランウェイ見えますか、はい、はい、インサイドして、そう、まあ、このまま変えないよ、そう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 、じゃあ右の手そろそろこっち乗せて、前見て、飛行機水平直すよ、水平線まっすぐにして、もっと左行くよ、滑走路の方向ちゃんと向いて、ここで止めて、はい、そろそろハンドルまっすぐ、はい、これまっすぐして、もうこれ以上姿勢変えないよ、はい、このまま少しずつ絞って、はい、手前にレデューススピード、はい、このままもうちょっと水平ちゃんとまっすぐしないと曲がってっちゃうよ、そのまま、はい、あんまり頭上げないで、はい、じゃあでリバース、これを持ってリバース、ペダルで軽く右踏んで、右のペダル軽く踏んで、右足、はい、まずリバース、 OK。 Approaching way 3-4 leftショートマン、ショートマン、ね、はい、オッケー、お疲れ様でした。どう、面白かった。それじゃあね、ログね、フライトログブックということもね、またね、時間のある時遊びに来てください。はい、ありがとうございました。はい、そのままね、はい、頭気をつけてね。はい、ありがとうございました。